このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、甘えん坊の子猫に囲まれる可愛い天使にキュンし注意ということでですね、最初寝てたのかなと思ってた猫ちゃんがですね、起きてくれてね、なでさせてくれておるんですけれども ね穏やかでね、可愛い子ですよね。猫ちゃんってね、眠りが浅いですのでね、寝てるかなと思っても起きてることって結構ありますよね。というとね、8割の白黒猫ちゃんがね、やってきてくれましたね。ふんふんと匂っておりますよ。あ、最初の猫ちゃんどっか行っちゃいましたね。ちょっと撫で過ぎたのかな。いや、思いっきり匂われておりますけれども、なんか匂いしますか。やっぱね、お家の猫ちゃんの匂いとかもあるので、それが気になるのかなと思うんですけれども、三毛猫の子猫ちゃんですね。この子生後2ヶ月ぐらいかなと思うんですけれども、めちゃくちゃ小さいでしょ。あ、眠たいかな。撫で過ぎは良くなさそうですね。ハチバレちゃんが向きに乗っておりますね。ずっと匂ってますよ。気になるんか。膝の上に乗ってきてくれるの嬉しいですよね。めちゃくちゃ可愛いわこの子。あ、噛んだ、今噛みましたね。ちょっと痛かったんですけれどもね。ずっとフンフンして、もう本当にすごい人懐っこいですよね。この子もまだまだ生後半年ぐらいかなとも思うんですけれども、綺麗な顔。あ、移動しちゃいましたね。あ、先ほどのね、移動した子がね、フミフミしてましたね。うん、これもまた癒されますよね。リラックスしてる子猫ちゃんもいっぱいいてますよ。シュシュがね、めっちゃ似合っておりますよね。お腹触ってみましたよ。あ、ちょっとじゃれるかな。あ、でも穏やかな子ですよ。あ、この子は生後2ヶ月ぐらいかな。ちょいちょい、なんだこれは。あ、これは可愛すぎでしょ。ちょっとじゃれたいけどね、噛んじゃダメっていうの分かってんのかなと思うんですけれども、いやー、キュンキュンするでしょうね。え、この子の姿キュンしする方もいるかなとも思うんですけれども、撫でられて嬉しそう。あ、可愛い。いっぱい撫でさせてくれるやんか。あ、近づいてきてくれましたよ。あらあらあら、撫でてって言ってんのかな。もう可愛すぎますわ。今回のお店は大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんです。先ほどのハチワレちゃんがね、来てくれたんですけれどもね、どっか行っちゃったか。あら、この子もまたじゃれたい、遊びたいかな。可愛い。やんちゃな子もいればね、こうやって撫でさせてくれる子もいてね、いいですよね。あ、先ほどのハチワレちゃんね、ずっと匂ってたんですね。思いっきり子猫ちゃんにね、囲まれておりますよ。いやー、幸せな空間でしょう。あ、どっか行っちゃう？戻っちゃいますか。ふみふみしてる子もね、撫でさせてくれておりますけれども、あらあら、服で遊んでますやんか、君は。遊びたいか。おもちゃで遊んでる姿っていうのはね、また後日配信しますね。今回もね、いっぱい撫でていこうかなと思っておるんですけれども、コロンって来てくれましたね。撫でてって言ってるんでしょうね。嬉しいやないの、本当に。お腹もふまふはどうかな。怒んないね。あ、2匹同時撫でですよ。癒されるでしょう。あ、でもちょっとおとなしかったかな今ね。撫でたらこうやんちゃするのかなという気もするんですけれどもね。ふみふみ、この子も癒しやで本当に。あ、ふんふんとによって近づいてきてくれましたね。もっと撫でてほしいのかなと思うんですけれども、やんちゃさん。あ、またハチワレちゃん来てくれました。乗ってくれましたよ、膝に。煽りちゃいましたか。あ、目を細めて、可愛すぎるやんか、あんたこれね。もうキュンキュンでしょ。お腹見せてるよ。たまりませんよね。から、あ、ちょっとじゃれたい。手にじゃれたらダメだよ。2匹同時なで。あー、可愛い。ちょっと移動してみましょうかね。なんか黒猫の長毛さんがね、一人で遊んでたんですよ。このおもちゃ好きかな。あ、ちょいちょいしてる。かわいい。一人遊びいいね。ちょっと撫でさせてくれるかな。
顎の下もええやんか。あ、撫でられるのは好きな子かね。うん、いいじゃないの。黒猫ちゃんってほんと綺麗ですよね。あら、くねってなってるよ。撫でてほしい。撫でてほしいの。あ、気持ちよさそうやないの。あ、たまらん。あ、近づいてきてくれる、ひょっとして。私も撫でてって言ってんのかな。尻尾ピーンってなってますよ。思いっきりに寄ってますよね。綺麗な顔してるやんか、あんたね。あ、黒猫ちゃん一人遊びしてた？キジシロさんは足を匂ってるような気がするんですけれどもね。どう？なんかちょっとフレーム反応したような気もするんですけれども、大丈夫かな？あ、鼻キッス？なんだこれは？あらららら。ら、あ、ちょっと足を舐めちゃダメだね。子猫ちゃん同士が寄り添ってますよ。で、隣ではですね、実はニャンコプロレスが開催されておりましたよ。先ほどのハチワレちゃんとね、生後2ヶ月ぐらいの子猫ちゃんなんですけど、容赦ない猫キックやな。すげえな。体格差はあるんですけれどもね、手加減してくれておるんですよ。優しいね。あらら、これは寄り添ってるやんか。あれ、これ何ですか、これは。もう癒しでしょこれは。かわいい。もうキュンキュンしますよね。あら、あ、ペロペロしてんの。あ、やばい、キュンし中ですわ。今ちょっと言葉を失いますよね、このかわいさ。たまらんお股も開いておりますけれどもね。黒猫ちゃんもね、遊んでるね、一人で。うん、2匹同時なんでしょうか。あまりに可愛すぎてですね、語彙力がなくなってきました。なんか可愛いとか癒されるとかっていう、そういう言葉しか出なくなってくるんですけれどもね。なんて形容すればいいんでしょうかね。当てて、可愛い。あ、ちょっとケリケリする。あ、でもやめたね。あ、ちょっとこちらは激しくなってきておりますよ。反撃されちゃいましたね、この子猫ちゃんね。でもちゃんと手加減はしてくれておりますよね。たまらんわあ、トンネル入っちゃいましたか。顔見してくれましたね。あ、ペロペロしてる。あら、甘えてくれておるんですよね。隣ではね、ずっとね、ふみふみしておるんですけれどもね。あ、鼻キス。あらららら、顔近づけてくれて、逃げるどころか鼻キスですよ。どんどん近づいてきてくれてますよね。いやー、癒される。ワンオペで撮影してるんでね、アングルとかどうかなと思ってるんですけれども、案外良かったですね。鼻キスしてくれてますよ。あー、子猫ちゃんの可愛さはね、バッチリ映ってますよね。で、この茶白さんがずっと匂ってるんですよね。うん、甘えたいんだね。あ、キジシロさんもお腹見せてくれておりますけれども、撫でられるの好き。あ、膝乗ってきてくれる。嬉しいやないの、本当に。もうみんな可愛くてね、皆様もキュンしされたんではないかなと思いますよ。どの子も本当に可愛かった。皆様いかがだったでしょうか。子猫ちゃんは本当に天使でしたよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェウリエルさんでした。今日はね、ずっとキュンキュンしておりましたよ。